の望みでもあったし、良かったと思います。感謝だよね。だから仲間ってのはいいよね。それは良かったと思います。昨日神奈川県葉山の海に集合した石原四兄弟。今年2月に亡くなった父慎太郎さんの散骨式を行ったのです。ちょっと船で乗り出すだけで全然表情が違って、父にとってはすごく心地のいい居場所だったんですよ。実は慎太郎さんは湘南をこよなく愛した海の男。離島の視察の際は海パン一丁で。カメラの前で悠々と海水浴を楽しんでいました。海の仲間に送ってもらうっていうのは、まあ、本望だったのかな。海に帰ることは本人の願いだったのです。そして汽笛を合図に次男の吉住さんが遺影を掲げると、四兄弟が順番に遺骨を海へ投げ入れていきます。30艇以上の船やヨットが集まり、慎太郎さんを弔いました。いい会だったと思います。本人も満足してんじゃないですか。満足してんのかね。つまんねえっつってるかもしれない。いや、もう本当にね、よくわかんないぞね。また葉山には慎太郎さんの弟で昭和のスター石原裕次郎さんの記念碑や灯台が建てられています。灯台はね、お金かかるから無理だけど、銅像ぐらいは建ててやろうかなと思ってます。まあそれは冗談さておき、どうなんですかね。勝手に灯台を建てちゃいけないんですよね。そうダメだよ。勝手に信号を建てるみたいなもんだから。吉住さんが寄贈するそうです。逗子のマンホールって言ってます。お別れの会は新型コロナウイルスの感染状況などを見て改めて行うということです。